埼玉市辺の第10回三鷹辺です。三鷹は南北に長く、まあ北側にですね、えー、住宅が集中しているという、えー、形でいます。まあ国道16号線も通りますし、えー、まあ南北に第,第2三井道路、県道1号が通ります。鉄道はですね、えー、JR 東大宮駅、えー、東武線野田線の大和田駅と七里駅、えー、この辺りが中心に。 なってまあ、全体的に北部に位置するということで、まあ、南部はです、ね、農地が多いという国になります北部東大宮駅周辺は東大宮の地域春岡、深作春野といった地域に近いですこの辺りの地域はです、ね、最寄りがまあ野田線の駅だったり東大宮だったりするという感じになると思います 国道16号線沿いのロードサイド施設も、えー、春野の中心に、えー、充実しております岩月との境はだい体、まあ、川綾瀬川とかになるんですけれども、えー、農地が、ねえー、多いという感じになります岩月インターチェンジにもですね、見、え、沼、ー、区は近いです大和田駅周辺は大和田町南に行きますと南中丸、えー、東新井中川 まあこの辺り、中川とかまで行きますと、えー、大宮駅から,に、えー、から1本で道路が、えー、県道214号線が通っておりまして、まあ、大宮駅に近い、えー、ですが、まあ、少しです、ねえー、距離はあるという形になります。七里駅周辺が小深作、えー、ふっとの東宮下、新堤津津、大谷、えー、この辺りの地域になります。 南側は、まあ、緑区に通じて日光成海道とかで結ばれます、えー、日ざこ、えー、周辺には片谷神殿、大谷、えー、シエレーンとかがありますえ染谷片柳、えー、三倉この辺りの地域になります鉄道駅からは結構離れますけれども、えーまあ、南の境の中川や片柳、えー、三倉地域にも、まあ、バスの、ねえー、路線網は発展しております ということで、見沼区紹介していきます。人口が16万4000人、えー、密度5300、埼玉県市の北東部に位置します。見、え、沼、ーまあ、なんかは区の西部と南部、南東部の低地に広がっていた。まあ、この田んぼ、見沼田んぼと呼ばれる田園地帯が広がります。西から南に芝川、東に片谷川と見沼城用水ですね。 周辺部には、えー、緑地がですね保全されているという形になります大家などの県営住宅が増設されたのを機に近隣の東宮下団地等の県営住宅の建設が相次いだ北部は東大宮駅が1964年に開業この辺、えー、りから北部でも市街地形成があって川や沼が多く、えーまあ、規模は縮小してますけれども えー、深作沼だとかが、えー、現在あったりとかします。見、え、沼、ー、は、えー、消滅しているということです。歴史として、えー、片柳村、えー、七里村、春岡村、えー、この辺りが、まあ、現見沼区の地域という形になります。 まあ、大宮市にこの辺りが編入されたのが1955年という形、えー、で、まあ、2001年にさいたま市が発足ということで2003年に分布したということですね見沼、まあ、田んぼから来てるんですけれども見沼という、ねえー、自治体名が、まあ、できたっていうのは、えー、区が発足した時になります 交通面、東武線の大和田駅、長里駅、JR 宇都宮線東大宮駅。高速道路は埼玉新都心線が一部通過、国道16号線の東大宮バイパス、岩槻春日部バイパス、埼玉県道1号が、まあえー、南北の中心道路という形になります。他にも県道2号、5号、65号等が、えー、通ります。 タムロンというレンズメーカー、アンテナ機研等の本社があります。大宮東警察署が全域を管轄。芝浦工業大学の大宮キャンパス、東大宮駅周辺にあります。日大法学部の大宮グラウンド、まあ、かつては大学があったんですけれども、現、グラウンドがあります。県立大宮商業高校、大宮東高校。 えー、堺東中学高校、えマッ沼区砂町にある私立中学高校ですね。多分このたりで JR 線からも見えると思います。大宮公園が、まあ、一部、えー、見沼田んぼ、えー、中山神社、万年寺、えー、このあたり、さらには花勝部の、えー、名所だとか、 えー、市営霊園、えー、まあ、南里の総合公園、えー、深作沼、えー、この辺りがあります。大宮製園は、えー、ソメアにありまして、まあ、動物化走路も設定されている、えー、仮装場という形で、もともと上竹町にあったんですけれども、えー、移転されたということです。南里駅周辺には、埼玉記念病院、大宮共立病院、 片柳にありますコミュニティセンターも東大宮中七佐と片柳にそれぞれありますということで地図を紹介していきます、まあ、岩月の発展度合いに比べると昔はですね見沼、えー、の周辺はそれほどでもなかったっていう感じですけども、まあ、現、えー、県道2号沿いに、えー、少し集落があったという形になりますそして、まあえー、日光成海道のまあ道筋がこのようにありまして はいまあ、この辺りにも発展があったという形になります、まあ、東部のね、えー、開業は早くですね、七里、えー、大和田領域はえ早い段階からありますね、まあ、えー春岡村だったんですけども、まあ、現在もですね、えー、この周辺は春岡というえ地名になっております芝、まあ、浦恒大とかあるところですね。 で、えーまあ、ニュータウンがですねこの辺りも多くですね、深作の、まあ、北側の春野とかの地域は、えー、新しくできた住宅街なのでまだないです、まあ、東大宮駅ができて以降、ですね、えー、産業道路の、ねえー、開通が少しずつ、えー、できて、まあ、南北道路ですね、幹線として発展していっています、まあ、七里大和田両駅からの、えー、南北道路 なり街道、えー、県道2号線という形になります、まあ、南中の東新井、えー、この辺りの住宅街もできてきているという形になります、まあ、現在もです、ね、この、えー、南部境緑区との境は見沼、えー、田んぼという形になっております まあえー、昭和からでは変わったのはやはり住宅の増加ですかねやはり東大宮駅周辺はかなりですね、えー、昭和から平成にかけて住宅が増えたという形になりますね幹線、まあ、として国土16号線が通り、えー、この周辺部にも住宅が増えた、えー、大和田や南里領域の付近にも住宅が増えたという形になります、まあ、中が南中の周辺も まあ、大宮駅からですね、えー、少し行ったところなので、ベッドタウンして発展していったという形になります。ですが、まあ、岩槻区や緑区両区、えー、境は、まあ、現在もですね、田、え、畑、ーま、だという形になります。現在の地図です。えー、東大宮駅周辺、大宮浦和東への まあ、通勤、えー、とかのに、まあ、便利な、えー、地域ということで、ペットタウンとして発展という、えー、形になります、まあ。ですが、付近にはですね、えー、第二産業道路、県道1号、5号、えー、この辺りが通ります。この周辺は自治体が、まあ、入り組んでいまして、すぐ北側が上尾市の河原吹、そしてすぐ蓮田市に入るという。で南がですね、えー、トロなんですけども、北区に入って大宮区にすぐ入るみたいな。 いう形になっておりますますあね、えー、西側は原市とかなんですけども、まあ、阿行にも近いという形になります。芝浦広大の大宮キャンパスがまあ大きくありまして、そのあたりのえまあね付近には住宅がで埋め尽くされている丸ヶ崎、志町、春岡、深作、春野という形になります。まあ国道16号線沿いも発展しております。 で、まあ、岩槻の境が宮ヶ谷と、ご、えー、深作という形になります、えー。境部分はですね、卸町という町に、えー、となっておりまして、県南の卸売団地、えー、として形成されております。七里駅、えー、大和田駅、まあ、区役所は大和田町の近くの堀崎町にあります。えー、この辺りには、 まあ職員研修センター、えー、武道館、えー、この辺りもあります。で、まあ、大和田駅周辺。まあ、近くにもですね、えー、まあ田んぼだったりとかある感じなので、まあ、途中駅間はありますよね。長里駅はフットノという地域になります。えー、県道2号沿い。 の発展、えー、そしてまあ駅前はそこ商業施設とかはあまりないです。えー、住宅街という、えー、感じになります。まあえー、住むには、えー、いい、えー、場所ではあるかなということで、まあ、住宅街は発展しております。CLA にかけては大谷の地域、大谷住宅、大谷団地、えー、南中の 笹丸、染谷、えー、片谷、えー、この辺りの,の地域。で、まあ、同じ街道沿い、ひざ湖の地域。で、まあ、えー、そして緑区にかけて、まあ、浦和競馬トレーニングセンターとかが、上野田の地域に入っていくんですけれども、まあ、この辺はね、えー、だいぶもう、えー、埼玉市の境目という形なので、入り組んではいます。 まあ、見、え、沼、ー、自然公園も近いですけども、区は違います。えー、芝川沿いの見沼田んぼ。この周辺が見沼、まあ、区という形で。まあ、この辺は駅から離れているためですね、えー、田畑が多いという形になります。片柳、えー、三倉、中川、えー、この辺りの地域になります。まあ、中川はですね、えー 大宮駅とかにも近くですね。まあ、ベッドタウンとかいう形にはなってるかなと思います。えー、県道1号線第2産業道路周辺ということで、団地の発展、東新井団地とか、団地の発展があります。まあ、少しやはりですね、川沿いは、えー 少し離れたところに団地とかですね、まあ、大宮グラウンドだとか、まあ、施設とかが作られているという形になります、まあ、新堤や東宮下この辺りには団地も多いという感じになりますね埼玉記念病院東宮下団地七里の住宅この辺りがこの辺にあります ということでね、えー、まあ緑の多い、えー、比較的緑が多い区、見沼区の紹介でした。